はい、皆さんこんにちは、リュウセイです。今日はブルーハーツの、未来は僕らの手の中っていうファーストアルバムですね。ファーストアルバムの1曲目の曲、僕一番好きなんですけどね。これの、歌詞も楽曲もさることながら、歌詞もなんかめちゃくちゃいいんですよ。いいっていうか、若い時に10代の頃にリアルタイムで聴いた世代なんで、かなり影響を受けてるんですよね。だから読み上げをして、ちょっと解説をしていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。で、未来は僕らの手の中って今から約30年前ですね。1987年に、ブルーハーツがメジャーデビューをして、で、ファーストアルバムの1曲目にぶちかましてくれるんですよね。めちゃくちゃかっこいい曲だと思います。この曲は真島正俊さんって、ブルーハーツのギタリストですね、通称マーシーが、作詞作曲した曲ですね。じゃあいきます。月が空に張り付いてら、銀紙の星が揺れてら、誰もがポケットの中に孤独を隠し持っている。出だしもなんかこうロマンチックな感じなんですよね。なんか詩的な感じっていうか、なんか中原中也っていう詩人が、昔いたんですけど、その人がなんか好き、影響を受けてるって言ってるんで、その辺がなんか出てるような感じもしますけどね。銀紙の星が揺れてるとかね。で、誰もが孤独感を感じてるけど、なんかこう空元気っていうかね、孤独を感じますよね、人間って。で、それをポケットの中に忍ばせてるっていう表現もいいし、で、隠し持ってるっていう言い方がいいんですよね。なんかみんな孤独感、寂しいなとか思うんだけど、それを言うとかっこ悪いから、押し殺してなんか楽しいふりをして、みんなでわーっていう感じで生きてるんだけどっていう感じですよね。あまりにも突然に昨日は砕けていく、それならば今ここで僕ら何かを始めようって、これがなんかいいんですよね。若い人が聞くとなんかいいですよね。若い人って将来あるから、単純にだから今からやっていこうよっていう感じがなんかいいんですよね。曲調もなんかロックっていうか、パンクというか速いテンポのロックンロールなん で2番、生きてることが大好きで意味もなく興奮してる、一度に全てを望んでマッハ50で駆け抜ける。意味もなく興奮してるっていうのがなんかいいんだよね。で、マッハ50で駆け抜けるっていうのもなんかいいよね、スピード感って。で、くだらない世の中だ、ションベンかけてやろう、打ちのめされる前に僕ら打ちのめしてやろう、これはやっぱり反社会的っていうか、やっぱ大人の作ったルール、誰かが作った、ルール、不本意なルールですよね。だから厳しいルールというか、勉強しなくてはいけない、何のために勉強しなきゃいけないのとか、何のためにこういうルールを守らなきゃいけないのとか、今考えるとやっぱ間違ってるんですよね。間違ってるっていうか、学校教育とか社会は、明治時代とか昭和の高度経済成長までは当てはまるルールもあるんですけど、なかなかそのルールとか社会のその掟みたいなものは変わらないんで、子供たちは、僕もそうだったんですけど、なんか納得できないんですよね。納得できないので、マーシーのこの詩にも凝縮してるんですけど、社会に打ちのめされる前に僕らが行動をして打ちのめしてやろうぜっていうのを言いたかったんだと思うんだよね。なんか今にも当てはまるよね。今の時代もそうだよね。学校であんまり変わってないんだよね。インターネットがこれだけ普及して、アメリカとか中国とか、あとGAFAとか、ああいう大手の企業、IT 系の企業があれだけ栄えて、で、権利をなんかもぎ取られた感じで、そういう中でなんか日本ってなんか未だに昔の昭和の価値観、明治時代の価値観がなんか続いてる感じがするんですよね。古臭いというか、だからもう打ちのめして壊して新しいものを作っていこうぜっていうのを、もうこの時点で言ってるんですよね。だから昔、80年代とか70年代の時もなんかやっぱり若者ってやっぱりそういう、
まあ、いい意味でグレるというか、そういう反発して何かをこう自分で表現した人っているんですよね。まあ、そういう意味でなんか歌詞を書いてますよね。未来は僕らの手の中、誰かのルールはいらない、誰かのモラルはいらない、学校も塾もいらない、真実を握りしめたい。まさにそうですよね。だから今も言われてますよね。もう学校は必要ないんじゃないっていう風潮がありますよね。まあ必要ないっていうか、まあ改善すればいいんですけどね。今のまんまだと絶対子どもたちは世界の動きについていけないと思うんですよね。なんかそのものをただ作るだけの時代はまあとっくの昔に終わって、今はやっぱり創造性とかクリエイティブな人たちを育成しないと、どんどんアメリカとか他の国々に差をつけられて、まあ、逆に新興国になると思うんですよね。まあ、もちろんその高齢化で、若者が少ない国なので、まあ、なんとかしていかないといけないんですけどね。それをもうこの時点で言ってる感じがすごいなと思うんですよね。僕らは泣くために生まれたわけじゃないよ、僕らは負けるために生まれてきたわけじゃないよ、生まれてきたわけじゃないよっていうのもなんかいいよね。まあ幸せになるために生まれて、まあ本能でなんかやっぱり不幸せになりたいって人いないですよね。俺は不幸、まあどんだけマゾなんだよっていうか、俺は不幸になりたいんだよっていう人はいないと思うんですよね。そんな人ってもう自殺しますよね、大体頭おかしくなって。幸せになりたいからみんな生きてるわけで、どうせ生きるんだったら何か好きなことやって幸せになりたいですよね。だからそういう気持ちがなんか含まれてて、まあやっぱりブルーハーツの人たちって反社会的だったと思うんですけどね。ドロップアウトして、まあ、はみ出し者というか世間常識から外れて、まあ、音楽をやって自己表現して成功したっていうすごい人たちだなと思います。まあ、多くの人の人生、まあ、僕もそうなんですけどね、人生を変えたと言っても過言じゃないぐらいの影響力を持った伝説的な、まあ、バンドだと思いますね、ブルーハーツはね。まあ、今もクロマニオンズで、マーシーとヒロトは頑張ってますからね、まあ、応援していこうかなと思ってます。まあ、以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。